ばんは、こんばんは。今日はあんまり夜行性じゃないんですね。今日はそうですね確かに見やすい時間です。分からんけど、モバメの画質はいいですか？いいですか？よく送ってるつもりなんですけど、ちょっと届いてるのがわからない。いいですか？ちょっとこれは私にはいいですとは言えないですけどもよくっていうか結構いいよ。お、いいらしい。悪くは送ってないです。画質自体届いてるのがとか、あとは皆さんの設定とかも多分あんのかな。画質設定みたいなの結構画質いい、あ、いいらしいですそんな悪くないです。本当にサイズはあれが一番大きいの、いや真ん中ぐらいかな。でもなんかあれ以上大きくしちゃうと写真届かんかったりしちゃうかなと思って、こっちの送るなんていうのギガみたいな容量と、あと相手の方が受け取る容量も関わってくるから、真ん中ぐらいにしてます。一番大きいわけではないです。私は容量オーバーじゃないんですけど、全然皆さんの設定とかもともとその元々の容量がとかがあるから、なんか届かんかったら嫌やなと思って。でも一番ちっちゃいサイズでもないし、まあ大きくしようと思ったらアップしてもらったりとかねモバメント登録しました。お、ありがとうございます。アップしていいのか、あの拡大ね。拡大はしていいよ。アップは、あ？SNS とかには載せないでもらってるルールなので。こんばんは、来たよ、ありがとう。お話し会楽しみにしてますよ。やった、待ってるね。モバメにはオフショット画像送るの。モバメに送ります。明日発売のシュープレさんのグラビアとかのオフショットですよね。明日です。明日ね。
シュープリ予約した。お、ありがとうございます。なんかさ、わかる？わかんないよね。なんか昔からさ、応援してくださってる方とかはさ、複雑よね複雑やと思うんですけど、でもまあ明日、まあいいか。恥ずかしいっていう感情とはまたちょっと違うねんけど、なんかそわそわするなんかああみたいな。もちろん早く発売されてほしいし、見てほしい気持ちもめっちゃあんのよ。もちろんね、それは見てほしいなっていう気持ちと、なんかあでもなんかえみたいなのもある。でも嬉しいですね、素直に。なんかいろんな服を、衣装を着させていただいてので、のんちゃんスタイル良くてびっくりした。え、スタイルは良くないですよ皆さんが思ってる体型じゃなかったかもしらんけど、どんくらいのページあるかな。ああ、例えばな、1ぐらいかな見てないっていうか、そもそもないので、でも本当に嬉しい、本当に嬉しいんです、嬉しいんです。なんか他の方は、他のメンバーはペアとかで歌ってたりするんですけど、ソロなので、ソロカットっていうのなので嬉しいなって思いながら、ソロ嬉しいんです。本当に発売されたら、明日またちゃんと、なんてやろ、買い、なんていうの、発売されたからこそのお話とかもできたらなと思うんですけど、今はこんなの、こんなんとこんなんととか言えないので、明日からオフショットいっぱい投下していくから見てくださいって
いうのもちょっとなんかそわそわするんですけど。チェックしていただいて、明日からなので発売なので。楽しみにしててくださると嬉しいなと。コンビニとかにも売ってるので、シュープレさんはだいたいどこのコンビニでも売ってるかなと思うので、もちろん本屋さんとかにも売ってるし、何冊使えばいい。じゃあ見る用と、こうやって見る用と飾っとく用で。なんか CD とかもさ、本とかもやけどさ、なんか飾っとく用みたいなのも買う方いるじゃないですか。あれって本当に飾ってるんですか？3冊とか2冊とか買うか。だ、本当に置いてるんですか？本当に飾ってるんですか？あ、飾ってん。いや、あんまさ、そんな同じ本とかをさ何枚も買うとかはさしないタイプの人なんですよ。もう 見る用だけ、それこそだから、あ、2冊買うんやって。うん、1冊かな。アンケートあるからね、みんな。もしじゃあ裏ぐらいかな、裏面ぐらいかな、一番後ろぐらいのページかなにアンケートあったら、あったらっていうかあるので、アンケート なんていうんやろ、雑誌とかの、あ、雑誌もあんまないのか、アンケート。加賀美音って書いていてください。そういうのでまた今後変わってくるかもしれないので、普段みょんよかったみたいな、あ、よかったとかはないか、よかった人とか、また載せてほしい人とかあんのかな。他
他の雑誌でもミュウの名前を書いてある。おお、ありがとうございます、嬉しい。セーラー服を脱ぎ捨ててってのがいい。インタビューとかもあるな。インタビューもさせていただきました。あのなんか裏かな、表かな、表紙になんか載ってる、ちょっと載ってるかな、インタビュー付きみたいなのが載ってるかなと思うんですけど、インタビューもありがたいことにさせていただきまして、嬉しかった。なんか本当に幸せな一日で、なんか前後が結構大変だったんですけど、スケジュールとか的に。でもすごい楽しく、しかもあのなんか差し入れっていうのかな、このそのシュープレさんがたくさん食べ物を用意してくださってて、撮影、グラビア撮影してる最中はあの食べなかったんですけど、終わってからもめちゃくちゃかぶりついて すごいんです、本当にすごい。なんかマスカットとか用意してくださって嬉しかった。持って帰りました。だってマスカットってさ、そんなさ、正直めちゃくちゃ時期みたいなことではなかったからさ、旬、まあ売ってるけど、今はもう売ってるけど、その時はあんまり多分売ってなかった。だってミオ言ったもん、え、高いですよねってメモ持って帰っていいですかって高いですよねって言っちゃったぐらい、なんかそんながっつり旬な時じゃなかったから、すごくね嬉しかった、美味しかった。もうすぐ食べたいかったんですけど、なんかもったいないじゃないですか、あのシャインマスカットですよ絶対に。だからもうもったい、そんなさ、バク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 食べちゃえるんです、私はね、食べちゃえるけどさ、もったいなさすぎて、もうちょっとずつ、あ、今日は何個までみたいな。家族にもまあちょっとお祝いパーティーでも、家族食べていいよって言ったんですけど、みんなで食べようって言ったんですけど、残しててくれてて、だからあんま食べてないと思う。ミオンがほとんど、ミオンが9割食べてる、95%ぐらい食べてるね楽しかったです。でも全然分からんくて、やっぱり初めてがいっぱい詰まってたから、初めてしかなかったぐらいやから、すごいなんかおどおどしてたけどでもなんか周りのスタッフさんたちもすごく優しくて面白くて、
ごい。でもメイクとかめっちゃ薄くてびっくりしました。もうちょっとなんか濃いイメージだったんですけど。薄メイクに見せるけど実際濃いみたいな感じだと思ってたんですけど、ほんまに薄かったほんまに薄かった、びっくりしました。それはなんかおって思った。全然メイクしてないですよほぼスピン。相談のやつ見るの好き。お、ありがとうございます。明日コンビニに並ぶんかと思ったらちょっと緊張するね。今も本屋さん行こっかな。なんかさ、この前髪の毛染めるとか言ってんけどさ、なんか普通にさ我にふと帰ってさ思ってみ、カレンダーとか見て見ながらどこ何日行こうかなとか思ってたらさ、普通にあえめっちゃもったいなくないと思って、コンサート終わってからにしようかなって思ってます。染めるの。なんか光に当たるとさ結構めっちゃ茶色くなる人なんですよ。だからインスタ昨日投稿したさインスタとかもさ染めたとかめっちゃ言われて、コメントとか DM とかできて染めてない染めてないこれこの色本当にこの色なんですけど、当たり方によってはめっちゃ茶色く見える人で、茶色っていうかなんか赤なんかまあ茶色っぽく見える人で、これなんですけどね、こう見たらめっちゃ黒いねんけどな、やっぱり服とか光とかによってめっちゃ茶色く見えてね。本当に染めてないです。何もなんか1日だけ染めますみたいなやつもしてないし、本当にこの色が自分の毛の色操れる人みたいになっちゃってるけどこう見たらなやっぱ黒いよな、黒漆黒。ちゃんと真っ黒です。真っ黒はちょっと薄いけど、まあもともと黒くないんですよね、水泳習ってたから。なんかまあでも真っ黒です。宿毛
想とか当てちゃってるから、正直考えてなんか傷んで茶色くなってるっていうのは多分あると思うんですけど、もうこの辺ほんま湿気すごいねんけど、なんなんほんま、なんなん、なんでこの部屋って、え、なんかおんのかな、髪結ばない方、うん、あんまり結ばへんかな、結んだ方がいいですか、結んだ方がいいって言われるんですけどね、なんか公園とかは汗かきにくくないですか知らんか、なんかこうしてたらさ、結んでたらさ、やっぱこの分さ、なんていうの、風がこう来るからさ、汗かきたいんですよ、もともと代謝悪いから汗がめっちゃかきたくて、だからあんま結ばんかな、昔はこの髪型やってあの髪型やってっていうのが多かったから結構結んでたんですけど、最近はもう最近一生下ろしてるよな、でも多分一生下ろしてます、あんまり結ばん結ばないっす、ハーフツインとかなんかおろしベースの何かはよくしてます、ここ耳かけとかはしてます、でもなんかがっつり全部、例えばお団子とかツインはするけど、ちょっともうここですよね最近最近でもあんまり可愛い曲が少なくないですか、あんまがっつりツインやってもかっこいい曲の方が多いからなーって思っちゃって、かっこいい系の曲、ブリブリみたいな曲があんまりないな、キャンディー、うん、でもさキャンディーやけどさ、欲望ものセンターやんか、そういうので考えちゃうからさ、なんか結局無難なやつになっちゃう結局ストレートかなとか、まあ巻き下ろしとかもあるけど、結局そういう系になっちゃう、告白の空港への横物センターめっちゃ良かった、お嬉しい、やった、結構緊張してます毎回、未来の果実終わった時とかはっってなる、
やとね、高く結んじゃうとめっちゃ痛くて、頭がギュってするから。でもセンター欲望物でよかったなって今思う。今考えるとではないけど、全然空砲決まった時から思ってたけど、初日前から思ってたけど、やっぱやったことある曲やから、そのなんか振りが怪しいとかさ、そういうのがあんまり正直ないから、よかったなって思います。まあ毎回、なんか毎回っていうか、皆さんが褒めてくれて、いつも公演終わりとか見てて、ツイートとかしたコメント欄とか見ててね、普通にやったっていつも褒めてくれる。福音物が一番褒めてくれる。他の曲はあんまりっていうか、福音物キャンディーとかよりも断然欲望物の方が多くて、コメントが欲望物良かったっていうコメントが、それはやっぱ嬉しいな。子供の最高やもん。なんかそうやって言ってもらえるの嬉しい。子供の楽しみに行きましたみたいな方もいて、空砲行きましたみたいな方もいて、なんて嬉しいことを言ってくれるんだって。自分では何が一番褒めた、でもやっぱ欲望ものは一番、なんて言うの、一番って言ったらちょっとあれかもしれないけど、練習はしてます。一番練習してる曲ですね。こんなになんかやっぱ言ってもらえることが多いから、あんま分かってもらわれへんかもしれんけど、歌い方とかもね、ちょっと凝ってるはちょっと思ったな。韻流の歌い方みたいなのは作ってるつもりですね。
結構やっぱ体力的には疲れてるんですよ。未来の果実が結構なんかピョンピョンみたいな系やから、すごいなんか難しい。だから台出しもいっぱい聞いて、ここ人と違うなとか、あんま分からんかなあんま分からんかな。でもまあ聞いてみてください。そういうのは自分から言った方がいいのか、見つけてもらう方がいいのかちょっと分かんないけど、代謝悪いって言うけど酸素を取り込む能力は強いんやろな。あ、そうなんだ。やっぱ水泳でだいぶ鍛えられてるなと思う。そういう息みたいなのは、肺活量みたいなのは自分でもなんかトレーニングみたいなのはするけど、ハーハーするのあんま好きじゃないから。歌い出しのところ、聞き比べてください。誰と聞き比べたら分かんのかそれはちょっと いっぱい聞いといてください。
今日目覚まし時計を買いに行きました。あ、目覚まし時計のやつか。あんま使ったことないな。携帯のアラーム派です。派というか別に目覚まし時計1回しかならなくないですか。なんのかな、いっぱい。携帯の方が何回もさ合わせれるから携帯使っちゃう。一回で起きれへんからさ、でもホテルとか今はあんまないけど、ホテル泊まった時とかはあの携帯のアラームと、最悪寝坊したらやばいからってことで、あの電話のさやつアラームになってたりするじゃないですか。電話最近はあんま電話とかないか、なんかアラームを設定して起きてます。まあ、携帯で基本起きるんですけど、あんまそのホテルについてるアラームは使ってないけど、いつも取り消しって朝押してるけど、なんか最悪っていう時用に。どんな音？なんかの音楽。すぐ消した。もう曲にすんのやめようと思って。朝はね本当にダメなんですよ私。もう機嫌悪すぎて。なんか普通にこう夜とか、まあ、お昼とかでもいいですけど聞く分には全然大丈夫、むしろ好きなんですけど、朝その曲で起こされるっていうのが多分苦痛なのかめっちゃ嫌なんですよね。なんか急にビクってなるやんアラームって。そもそもだからほんまに好きな曲なら起きれるかなと思って設定したんですけど、あもう絶対嫌いになっちゃうこの曲と思ってやめました。そのなんていうのそのまま入ってる効果音みたいなやつ、そんなね、でも特にこれみたいなのはないけど、初期設定の音です。多分この音が起きやすいとかも正直あんまない。なんか全部一緒うるさいなって
でも心臓に優しいやつがいいよな。なんかたまにさ、ほんまにビクってなるやつあるやんか。あれちょっと嫌ですね。すぐ消しちゃうの。もう秒で消すから。あんまりちょっとほんま寝起きは間に危ないから。でも音が小さすぎても絶対起きひんから、なんか、まあ、絶対うるさいやつじゃないと起きないんですけど。遅刻したことないよね。遅刻はしたことある今はあんまりないけど、結構は嘘。どれぐらいが結構になるのか分からんけど、したことはあります。あるある。今はまだちょっとずつ自分で起きれるようになったけど、昔はほんまに起きられへんかったから。早くつきすぎるイメージ。めっちゃ早くつく。なんか昔はでもなんかよく分かってなくてアホなんですよ。何時に行けば着くから、じゃあ何時に用意終わらせとかないとあかんとか、何時に起きないとあかんっていう、そのなんか逆算が苦手で。だからなんか昔は加入してまだそんな経ってない時とかは、普通に寝坊とかじゃなくて普通に時間間違って、自分は合ってると思ってるんです。自分は合ってると思ってるのに間違ってたみたいなのがよくあった。だから今はめっちゃ早く行ってる。間違うのが嫌や、怖いから。相部屋の時もアラームかける？あ、でもその日相手の方による。起きてたのに遅刻するみたいなことは多々ありましたね。朝の支度時間かかる方。なんかやりだしたら時間かかるけど、学校とか行ってた時はめっちゃギリギリまで寝てたんですよ。用意とかよりも先、もう寝るに集中し、なんていうの、寝る方が良かったから。だから15分前とかに起きてました、そもそもね。行くギリギリやろ。8時15分とかに家出ないとあかんかったのに、8時5分とかに起きてたし、ほんま8時に起きないとあかんけど、まあそれでも遅いけど、8時5分とかに起きて、
もうそんなぐらいよ、めっちゃギリギリ。でもお仕事の時とかはめっちゃ余裕持って起きてる。朝ごはんを食べるか食べないか問題とか、学校行く時は食べてなかったんですけど、お仕事行く時はなんかお腹鳴ったら嫌やから食べようとか思ってたから、思ってるから今も、だから食べて行ったりとか、あとは握手会とか、まあ普通に例えばじゃあラジオのお仕事ですとか、自メイクの時は家でメイクしていくから、一回ねメイクしだすとなんか長い、なんかトロいよね、用意しだしたらトロいみたいな感じ。家出る何時間前に起きる？2時間前。早すぎ。なんか時間いまいち分かってないんですよね。なんかあと30分しかないとか、あと1時間しかないんやけどみたいな、なんか感覚がおかしい。みんなと多分ちょっと違うですよ。やべ、あと1時間しかないみたいな、なんか思っちゃうから。今でも1時間もあったら何かしらっていうか大体できるんですよ。大体できるのに1時間しかないからみたいなのが多くて。時間を例えばご飯食べる時間がほんまは15分やけど、何かあったらあかんから30分に設定しとこうって頭の中で思っちゃって、それがもうなんか、じゃあメイク時間は何時間みたいな、よく分からん、自分でもよく分からなくなって、着替えるのとかまでなんか。もうそんなん3分ぐらいできるやろって思うんですけど、3分もかかんないだろうって思うけど、いや10分ぐらいかかるかなとか、なんかみんなとその時間の感覚がちょっと違う。大げさに大幅にん？オーバーめに設定しすぎちゃうんですよ。だから結局2時間前に起きてるけど、結構暇な時間多かったりとか、心配性めっちゃ心配性だから、公演の時とかめっちゃ早く入ったりしてる。意味わからんぐらい早く入ったりとかしてるし、でも寝る前に全部用意する人なんですよ。次の日の公演やったら、じゃあレッスンシューズ入れて、反省会ノートと筆箱入れてとか、なんか全部詰め込んでから寝る人やから、そんななんか朝からそんなバタバタは絶対しないはず しないはずなのに、めっちゃオーバーめに。
時間を自分の中で設定して、で入り時間が何時やから何時間前に着かないといけない。もうそっから間違ってるんですよ。何時間前に着かないといけないがまず間違ってる。なんかもういろいろなんかこうなっていったら、めっちゃ早い時間に結局起きて、なんかそんなですだからめっちゃ早く着いちゃう。結果的にめっちゃ早く着いてるし、なんでか知らんけど多分めっちゃ早く起きてるし、もっとあと2時間ぐらい寝てても多分大丈夫なんですよね。全然間に合うんですよね。でもなんか練習しないととか、1回通した方がいいかな。1回通すのも多分、まあ、45分ぐらいで多分回るんですけど、 MC とかはさ通さんのわけやんか。自分でやるからさ、曲流してさ、なんならもうラッサビぐらいになってきたら、あもう行けますって自分の中でね飛ばしてさってやったら、もう30分とかで終わるわけやのにさ、なんか2時間ぐらいいるかなとか変ね。もうそんなんですそんなんです。ずっとまあまあ昔から結局で通さへんやろってついてから結局やらへんやんって、そんな2回も3回も通さんよって、シンポジじゃないねんからって。大体ミオンおるその何かある日はね、何もない日はでも行かないんですよね。本当に行かないんですよ。仕事とプライベートは分けたい派ってちょっとかっこいいこと言っとくけど、行かないんですよ。練習とかもあんまりなんかね、行きたくないし、家でも誰かが見てるとこでは練習したくないみたいな。来てくださいって言われないと行かへん。まあ単純に外に出たくないっていうのも絶対あんねやろうけど、劇場から家までの距離にもあるんか。うん、そうやと思う。ちょっと遠いから、遠い、あとそんな遠くないんかないや遠、うん、まあ、大阪やからめちゃめちゃ遠いわけではないけど、なんかそこの移動時間に使う距離無駄じゃねって思っちゃう人なんで、だからシンポジの時ももう1日しか行かんって決めてる。ルビーは何時間で覚えたの？え、何時間やろ。え、起きてからってことやんな。電話かかってきてからってことやんな。言っちゃえば、じゃあ7時間ぐらいか。結構あったな。実質2、3時間とかじゃない？11時に来てくれって言われて行ける女。え、行けんのかな。お、タワーありがとうございます。嬉しい。タワープレゼント
プレゼントいただきました。当日無理ですよ。でも当日にもしこれ着てって言われたらえって思っちゃうけどね。遊ぶ約束とかもせめて1週間前ぐらいにはしたい人。当日今から行けるって言われて行ける人ですか？いや無理、まあ、無理ではないけど、なんかへっへっへってなる人なんですよね。何時に着けばいいのとか、もう急にえっえってなっちゃう人。誰からとかにもよるけど、多分誰から誘われたかとかにもよるけどさ、絶対にそれは多分みんなそうやと思うけど、行ける時と行ける、でも断ったりできる人、いや断られね結局行っちゃう、結局行っちゃうかもしれんけど、断れる人はどうやって断ってんの？今日はちょっと無理ですっていうの？いいよって。ならん。今日は無理っていう時、あ、強い、強いな。ふっかるっていうの、そういうのってフットワーク軽い人にはちょっと慣れないけど、多分慣れない行こうと思えば行けるんやけどな。なんかそのイレギュラーなことが起こるのが多分あんまり多分自分の中で対応できひんねんな。あと多分寝てる、お誘い来る時、お誘いなんかもそもそも来ないけど、来たことないけど寝てるから
もし朝とか昼とかに言われても、お休みタイム、10分か。じゃあそろそろ私はお風呂に入ってきますね。皆さんもまだお風呂もう入りましたか？でも実はまだ、なんなら寝起きぐらいの感じなんですけどさっき、でも夜ご飯は食べましたよ。ちょっと遅かった、今日まだお風呂入ってないから。今9時半やろ、だから昼ご飯食べてすぐ寝ちゃった。昨日結局なんか一睡もできひんくて。ゆっくり休んできやす。13位から読みますね。13位タッチさんありがとうございます。12位ホニャーニーさんありがとうございます。11位ジャクソンピッポさんありがとうございます。10位宇野のしかさんありがとうございます。9位まなみさんありがとうございます。8位ともくんさんありがとうございます。7位あーさんありがとうございます。6位りゅうさんありがとうございます。5位イージーさんありがとうございます。4位ヤマピーさんありがとうございます。3位本間さんありがとうございます。1位ヤモおじさんありがとうございます。2位ヤモおじさんありがとうございます。1位推しは NMB の安高さんありがとうございます。ありがとうございます。タワーもありがとうございます。嬉しい、ありがとうございました。現在ガールズセレクション投票やっておりますので、まあ明日からグラビアもシュープレさんも発売されるということで、ちょっとまあ気になったな、気になるなっていう方は投票してくださると嬉しいです。そして先ほども言いましたが、明日はシュープレさんの発売日です。すごく撮影も楽しかったので、皆さんにも見ていただきたいなというふうに思っております。ちょっと緊張してるんですけど、もういろんな服で撮ったので、衣装を着させていただいたので、皆さんぜひ見てください。詳しくはツイッターで。バイバイ、ありがとう。